松木さん、はい。ここのところの韓国の国内、あるいは、国外に対する反日的な動きが一段とですね、もう複雑に絡み合ってですね、もうなんかよくわからないようだなってきてると思うんですけど、特に先日、あの時の、あの先日というね、フェリーのですね、この事故があったんです。あれからまたいろんなことがね、韓国社会の問題がバーッと出てきて、また地下鉄の事故とかもあったりとかですそうね、でいすろんなね。問題が今噴出してるんですけど、今韓国どうなってるんですかね、これは実際。まあ、要は今回のですね、セウォル号の沈没、まあ、あれが、まあ、実は韓国の中のいろんなその、まあ、病巣といいますかですね、悪弊といいますか、まあ、それが凝縮したような、まあ、事故じゃないかと思うんですよね。で、まず韓国の場合、一つ顕茶な世精神というのが、何ですか？顕茶な世って言いま検し査て内ね、容。要するに細かいことは気にしないよっていう精神なんですよ。で、要するにあまりこの、まあ、面倒くさいことが嫌いだと。まあ、例えばですね、私が韓国に、まあ、昔住んでおりましたときに、まあ、家内が銀行に行ったんですね。でね、ちょっと水道代を払うために1ウォンが足んなかった、一応、1ウォンが。ところがね、それをもぞもぞこうやってると、受付の女性がね、けんちゃなよって言ったんですよ。構いませんって。 銀行ですよ。それ後から女房と聞いてびっくりしたんですけどもね、まあ、要するに、まあ、そんなことをね、で時間を取るよりも、その自分が、その係の人が後で1音ぐらい自分が、ね、補っとくから、もうペンじゃないよと、こういう理由でやったらしいんですが、そんなことやったら。そう、ちょっと違うんですよね。まあ、そういうことでね、まあ、非常に面倒くさがり屋、なんですね。で、それが、まあ、そんなことで、は済まないわけでしてね、まあ、要するに、あんまりその細かいことばっかり言うと、情がないというふうに逆に非難されてしまうわけですね。で、そういう細かいことを気にしないということは、非常に今度は法律上に対してですね、それをこう、順法精神というのが非常に低くなってしまうわけですね。ですから今回、ずいぶん過積載をやったという話なんですけども、まあ、私が韓国にいたときにトラックをちょっと売り込もうと思ったらですね、5トントラックを売り込もうと思ったら、実際何トン詰めるんだって言われたんですね。だって5トンでしょ、5まだ。トンです。だから5トンなら5トンですって。だから何トンだというわけですね。要するにその余裕がなかった、だから7トンか8トン詰めるはずだろう、まあ、実際余裕あるんだけど、売る方としてはそんなこと言えっこないですよね。なんだそれじゃ3トントラックと同じじゃないかって言って、まあ、その商売は、まあ、破談になっちゃったんですけどもね。それもなかなかのもんかと思いますけどね。まあ、だからそういう意味で非常にこう順法精神が低いということですね。まあ、それからもう一つはね、そのパリパリって言ってね、韓国の人非常にこうせっかちなんですね。もう何でも早くやってしまおうと、まあ、そうなもんですから、まあ、例えば今回もですね、港湾管理局にその安全チェックをしたやつ、まあ、これの報告書をですね、何もチェックもしないのに全部良好だって言って書いて出しちゃった。まあ、そんなもん大丈夫だっていうね、けんちゃないよと、大丈夫だ、でもうパリパリ早くやってしまえと、ということでやってしまう。まあ、どうしてもですね、そういう、まあ、風習がありますんで、まあ、それが慣例になってたという話ですよね。まあ、細かいことが苦手なんですかね。まあ、そうなんですね。で、細かいことが苦手と同時に非常にこう外観重視なんですよね。だから今回その、船バラストをですね、確か2000トンぐらい積まないといかんはずが、580トンしか積んでないというんですね。で、なぜかって言ったら、過積載やっちゃったもんで、喫水線が沈んじゃうわけですね。で、外から見てバレちゃうから、バレないようにそのバランス、重心を保つためのバラストの水を抜いて、で、喫水線を上げて、上げて、外から見なきゃバレなきゃいいと。まあ、そういうようなね、まあ、非常にこう乱暴なことを、まあ、やってしまう。ですから、これは今回のフェリーに限らずですね、他のフェリーもみんな実は同じようなことをやっやってているんでしょうね、実際は。じゃないかと思いますよね。まあ、そういうことと、もう一つはね、やはり目先の利益にどうしても飛びついてしまうわけですね。で、あまりこうロングスパンで物事を考えない。まあ、目先、とにかくたくさん自動車を積んでね、フェリー、貨物をたくさん積んで、その利益を上げることの方が、もう安全性よりも優先してしまうということがあるんですね。で、まあ、それともう一つは、韓国にはそのいわゆる公益、公の利益という考え方、これは非常にまだ薄いんです。だから、これはもういわゆる、儒教の教えでもですね、どちらかというと、あれはまあ、この世でどう自分が生きるかという生き方であってですね、公のためにどうするかということはあんまりないわけですね。まあ、したがって、
その会社のオーナーも、まあ、このフェリーのオーナーもこれはなんかどっかの宗教団体のトップだと言ってましたけども、やはり自分たちの自分の利益が一番大事だから、自分の会社は 何のためにあるかって言ったら、その利益を生み出す一族の繁栄のためにあると、まあ、そういうことだもんですから、どうしてもその安全性というよりも、まあ、その利益の追求の方に、まあ、上からどんどんですね圧力をかけてしまう。ですから安全性、安全教育には5万円しかね、全然かけてなかったという話もありました。うんうん、一方、観光政府ですね、うん、政府の対応、これは海洋警察も含めてですけども、うん、なんかこう、子供のようなですね、対応、救助の動きにしてもですね、うん、まあ、日本もですね、東日本大震災の時に、総統政府、民主党政権、批判されましたけども、うん、けど今回 の韓国政府の対応、海洋警察も含めて対応を見てるとですね、ちょっと何をやってるのかなっていう感じがすごく受けたんですけどね、うん、まあそうですね。ですから、こういう、まあ、普段からですね、こんな想定外なんでしょうけども、うん、もうとにかくあたふた慌てるだけでですね、有効な手段が全然打てない、だからこういうものはやはり、まあ、できれば米軍も今近くにいるわけです、日本だっているわけですから、まあ、もちろん日本の方も必要なりしても行きますよと、助けに行きますと言いながら、向こうは全くメンツがあるんでしょうか、それにその断ってしまって自分独力でやる。だけどあそこはですね、ものすごくその海流が激しい場所ですから、その普段から何か訓練してないとできないんですよね。まあ、その意味では政府がその安全対策を怠ったということはまあ事実なんでしょう。ただ今度はその今度は被害者の方もですね、何か知りませんが、とにかく政府が悪いと、うん、まあ、韓国の場合昔からそのいわゆる風水から言いましてね、その要するにその天変地異が起きるのは、そのなんていうんですか、その時の為政者のに徳がないからというね、うん、まあ、そういうのが今でもあるんでしょうね、うん、だからすぐ大統領に対しての反発がある、うん、まあまあ、そういうことで何かすぐに打たなきゃいかん、そのきちっとですね、手を打たなきゃいかんやつがみんな後手後手に回ってしまう、うん、で全部責任を回避してしまう、うん、まあ、その辺もですね、やっぱり韓国のそのまだまだそういう点で遅れてるんだなと、うん、